でも なんか言ってください、できることがあれば。何でもいいですか、可能な限り。やっぱ先生、絵がうまいから、はい、ちょっと僕を描いてほしいなと思って。ああ、全然、それぐらいだったらやります。ヌード。なんでな、ヌードデッサン。煙突町のプペル作った後、宮迫さんのヌード描くんですか。ヌードデッサン。だいぶイカれてるやつじゃないですか。でももう、あの、51でしょ、はい、あの若いうちに、あの、綺麗な体と描いておいてほしいんですよ。いや、もう気持ち悪い。おい、女優が言うやつやないかい。体仕上げてくるんで。はい、いや、おもろいやん、もうそんなことやったら。まあ、あの、何ヶ月かかかりますよ、でも。仕上げるまで、ね、仕上げる。いや、仕上げなくていい。仕上がったら、はい、来ますね、全裸で。ちょダメっすよ。え、いや、僕の、はいはい、仕事場は来ないでください。なんかしてるわけだから、映画を作ってるとか、はいはい、舞台を作ってるとか、はい、そこに全裸の宮迫さん来たらもうパニックじゃないですか。振りうまいわ。振りじゃない、振りうまい。こっちが行く、こっちが行く。もう誰にも迷惑かからない場所を用意するか、こっちが行きますよ、うん、変やん、全裸の宮迫さん来てたら、うん、ほんで僕仕事場で宮迫さんヌード描くんですか。でもヌード描いてくれるんでしょ。描いてはくれるんでしょ。いや、それなんで進んでんの。いや、もっと可愛らしい宮迫さん描かせてくださいよ。いや、ヌードってそれ下も描くんでしょ。はい、嫌です。あの、もう今ツルツルなんです。いや、知らんわ。ね、何ドキドキしてんの。ツルツル。何をモジモジしてんの、気持ちが悪い。見ます。いや、見よ初めてですよ、はい、脱毛した。下をですか。見ます。ちょっとだけ違う。ツルツルでしょ。イルカみたいなのがいるじゃないですか。イルカが。メンズクリアさんのイメージキャラクターなんで。なんでイメージキャラクターになれるんですか。メンズクリアさんとちょっと話させてくださいよ。一回、どうしたんですかっていう。いい人なんですかっていう。メンズクリアさんむちゃくちゃいい人。めちゃくちゃいい人でしょ。前々からね。そう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 。はい、コンビ解散して、あの、いろいろそうややこしい状態の時に、はい、あの、記者会見みたいなの開いてくれたし。なあ。むちゃくちゃ綺麗でした。楽よ。なんか、うん、気持ち悪いとか言おうかなと思ったら、ほん本当に綺麗でしょ。でしょ。めっちゃ楽。何が楽なんですか。あのね、どこ広げてんの、ほんで。煙突町のプペルの。プペルの格好で。めちゃめちゃ楽。じゃあ、そんな格好でそんなこと言わんといて。これもうディズニーやったら殺されてるよ。辛くなった時とか、はい、あのプペルの歌をね、はい、今自分で歌ってんのを見ながら、最後こう星空を二人で眺める。あのシーンまで、はい、最後まで見て、よし、頑張ろうってなってるんですよ。話、はい、そういうのください。なんで一回チンチン出したんですか。ちょ、きれいね、きれいね。いやいや、見いいね。その、ほんまにむっちゃ捕まるやつですよ。この過去でチンチン見ますわ、もう。一番やばいですよ。あ、でもチンチンだけじゃないですよ。なんすか。もう、お尻もオーライ、すごい綺麗です。お尻が綺麗は、はい、さすがにちょっと無理があるなと思って。ああ、見ます。いいですか。はい。ちょっと低くさせますね。先生見てる。なんで肛門ヒューヒューすんの。ちょっとなんで肛門ヒューヒューすんの。低くさせますね。先生低く。先生、あ、ちょ、忘れてる、これプペルやで、あった。なあ、お前、あかん。何してんの、マジで。プペルこんなんしたかも。なあ、なんでプペルでチンチン出して肛門出してんの。何肛門ヒューヒューさしたの。肛門きれかったら、そのもっと毛むくじゃらでもっとあれかなと思って、きれかったんですよ。ね。いや、ねじゃなくて、それをプペルでやっちゃダメじゃないですか。チンチンとか出てこないんですよ。出てきません、本当に皆さん。もう心が本当にあったかくなるし。はい。はい、本当、あの、生きる力をもらいますから。嬉しい。煙突の蜂のプペル、はい、本当に見てください。いや、嬉しい。これもう心から本当に。おちちぎる。じゃ、もうやばいやつじゃないですか。おったわ、小学校の帰りにこんなやばいおっさん。お話が面白いと思った方はチャンネル登録並びに高評価ぜひよろしくお願いします。